KY スタイルです。今日はフフ川口子さんをご紹介します。フフ川口子さんは日本で小規模高級旅館を展開しているフフシリーズの温泉リゾートホテルで、富士山の眺望が楽しめるとてもおすすめのホテルです。2018年10月に川口湖のやや高台にオープン。全32室露天風呂付き、そして全室富士山ビュー。こちらはフフ川口湖さんのロビーラウンジ。テーマが森のリゾートだけあって、ウッディ調でボタニカルな空間がとてもフォトジェニック。チェックインチェックアウト時に利用しますが、なんとこちらも富士山ビュー。とても素敵な場所で、インスタグラムでフフ川口湖さんを検索すると、こちらで撮影した写真がたくさん出てきます。ロビーラウンジの奥にあるのは売店。お土産はもちろん、フフさんオリジナルの商品を購入することができます。その奥にあるのがこじゃれたバー。ノンアルコールドリンクも充実。夜は星空をイメージした電球がとっても美しく、秘密基地みたいでとっても素敵でした。こちらはウェルカムドリンクのアップルティー。素敵な空間で、富士山を眺めながら飲むアップルティーはとっても美味しかったです。お部屋に行く前に、まずは素敵なテラスをお散歩。目の前には富士山。ナイスロケーション。動画だと遠く感じますが、生で見ると圧巻です。こちら昼間は富士山の眺望。夜はファイヤーピットの炎を楽しめるテラスとなっております。空気がとっても美味しい。冬は雪化粧の美しい富士山が楽しめ、夏は避暑地としても楽しめそうです。続いてはお部屋までのアーケードをご紹介します。こちらはパブリックと客室をつなぐ外廊下。周辺のアクティビティ情報などが掲載されています。森がテーマなので、至るところで木を感じます。フフさんは基本外廊下で、パブリック空間と客室を離している設計が特徴的ですが、川口湖はここから内廊下となります。入ってすぐ左手には大浴場。後ほど詳しくご紹介しますが、夜は24時まで、朝は6時からやっています。今回宿泊したのは最上階、4階の405号室のお部屋、コズエプレシャススイートとなります。お部屋に入るととってもいい香り。こちらはユーティリティボックス、詳細は後ほど。そしていい香りの正体は自家製ブレンドのアロマ。香りはグリーンウッドで森のテーマにぴったり。玄関はこんな感じで、入って目の前には全身鏡。そして靴べらはかけてあり、こちらはお手洗い。お手洗いがお部屋から独立しているところも高ポイントです。そしてメインの客室はこちら。めちゃくちゃ素敵です。広くて高級感があり、動画だと反射して映ってないですが、富士山が見える眺望がとても綺麗。インテリアは森がテーマなだけあって落ち着く空間で、こんなお部屋に住みたいって感じのお部屋でした。ベッドも寝心地が良く、枕はふわふわでまるで雲みたいで熟睡できました。冷蔵庫はこんな感じで、タグ付き以外のドリンクはすべて無料。フルーツはダイヤモンド会員特典で、桃ジュースや富士山の名水があったのが嬉しかったです。こちらは加湿器。加湿器も生活感が出ないようにウッディ調で揃えられてました。お部屋にあった杖というお菓子もまるで枝みたいで統一感があって素敵だなって思いました。生活感を感じないインテリアがとてもタイプです。木の椅子に腰掛けるとここはテーブル。逆光で見えませんが、鏡越しに見える富士山がとってもオツでした。こちらのテーブル、メイクと手帳タイムに大活躍。続いてクローゼットをご紹介します。お洋服がかけられるスペースと引き出しがあり、引き出しの中にはパジャマが入ってました。続いて洗面所をご紹介します。洗面所はこんな感じで、シンプルオブザベスト。お部屋のお風呂に何度でも入れるよう、アメニティが揃ってます。引き出しの中にはアメニティ。アメニティも黒で統一されててなんだかかっこいいですよね。もう一つの引き出しにはドライヤー。ダイソンの黒ってほんとかっこいいですよね。しかも髪ツヤが良くなる気がしてお気に入りです。そして引き出しの下にはバスローブ。バスタオルやフェイスタイルはかけてありましたが、タオルで拭くよりバスローブを羽織った方が肌へのダメージが少ないそうです。そしてなんかあったかいと思ったら、なんと床暖房付き。川口湖は比較的涼しい気候なので、洗面所があったかいのは嬉しいですよね。そしておしゃれな椅子に座って、お風呂上がり化粧水を塗るひとときは至福のひとときです。フフさんのアメニティは場所によって香りが変わり、川口湖は森の香りがテーマ。オーガニックなのもとっても嬉しい。こちらはお風呂で見れる防水タブレット。続いてお風呂場はこんな感じで、まずはこちらでお体を流します。そしてお部屋のお風呂はこんな感じ。富士山が見える露天風呂となります。見てください、この富士山。
めちゃくちゃ美しい。富士山は時間帯や天気で見え方が変わるため、いろんな富士山を眺められるのも最高です。見ていて全く飽きません。お風呂は富士山岩石の天然温泉で、湯あたりが柔らかくとても癒されます。とりあえずこんな感じで混ぜてみました。めちゃくちゃ気持ちいい。天国に一番近い温泉かもしれません。少し曇っていてもこのクオリティ、というかかえって雲が逆に芸術的に見えました。お風呂上がりは富士山を眺めながら富士山水を飲みました。これがまたうまい。ふふ、川口子さんに来てます。富士山の岩石入りのお水で乾杯。わーい。そして目の前には富士山ビュー、めっちゃ綺麗。これは本当動画や写真より肉眼の方が綺麗です。乾杯。続いては大浴場をご紹介します。内廊下なので気温気にせず行けるところが嬉しいところ。そして湯上がりのアイスキャンディー、富士山の岩石入りのお水、ビールやコーヒー牛乳もありました。コーヒー牛乳大好きなのでめっちゃ嬉しかったです。麦茶とお水もありました。手前が女湯で奥が男湯です。男湯はドライサウナ、女湯はミストサウナを完備。高級感のある黒みかげ調な内風呂がたまりません。お風呂上がりはコーヒー牛乳で乾杯。キンキンに冷えた瓶のコーヒー牛乳はたまりません。めちゃくちゃ美味しくて2本飲んじゃいました。お部屋に帰ってくるともうあたりは真っ暗、そしてお腹もペコペコということで夕食会場に向かいます。お食事会場はこちら、山の葉にていただきました。夕食の席はこちら、個室みたいな空間でとても素敵でした。メニューはこんな感じの日本料理。お酒のメニューも豊富ですが、ノンアルコールのメニューも豊富で嬉しい。ノンアルコールのスパークリングワインで乾杯。エティフラワーみたいな味で超美味しかったです。わ、すごい。一品目は名物のアナゴと村山人参の薪火焼きです。森がテーマなので薪と溶岩石を使って調理されてるそうです。こちらは天王寺かぶらのすり流し、めちゃくちゃ美味しい。こちらは山の幸と海の幸の前菜盛り合わせ、お料理からも日本の四季を感じることができます。続いてはお造り、本マグロとタイが出ました。山にいるはずなのに鮮度が良くてびっくり。こちらも名物、溶岩石で焼く富士桜のポーク香草焼き、ベリーソースと蜂蜜マスタードソースが絶妙で絶品。お口直しは人生初の玄米麺。そしてメインは黒毛和牛のグリル、付け合わせは山の幸を感じるタケノコとチリメンキャベツ、めちゃくちゃ美味しい。締めはハゴボウと富士山サーモンの釜炊きご飯、風味豊かで食べ応え抜群、めちゃくちゃ美味しい。デザートも最高でした。食後はガーデン、お庭に遊びに行きました。空気がとっても美味しい。ふふ、川口子さんで今からキャンプファイヤーです。行きます。焚き火をしているので山にいても寒くありません。幻想的で非日常経験が味わえます。とってもおすすめです。この後大浴場に行ってお部屋に戻ったら、バイオエタノール暖炉に火をつけてもらいました。火は2時間で消えるので就寝前につけてもらうのがおすすめです。夜の河口湖は真っ暗なので暖炉の火が幻想的でとても綺麗でした。お部屋のお風呂に入ったらいよいよ就寝。就寝の前にライトアレンジをご紹介します。森がテーマなだけあって、植物に間接照明を当てるアレンジもありました。枕元にはコンセント、そして照明調整のボタンがあります。植物のみライトアップさせるとまるで気分は森の夜。翌朝、太陽の光で自然に目覚め、窓から寛大な富士山を眺めました。ユーティリティボックスに交換してほしい館内着を入れ、スイッチを押して少し経ってから開けると新しい館内着に交換していただけます。最高のサービスです。朝はまずお部屋のお風呂で一風呂。朝の新鮮な空気と富士山を眺めながら入るお風呂はやっぱり最高。お部屋に温泉がついてると実質24時間温泉に入り放題なのがめちゃくちゃ嬉しい。お風呂の後は鏡越しに富士山を見ながらお化粧です。身支度を整えたら朝ごはんを食べにお食事会場へゴー。朝のノビーは太陽の光を浴びてより一層素敵に見えました。朝食も山の葉にていただきます。夜は夜でムードがありとても素敵でしたが、朝はまるで山の中みたい。
朝のお席は富士山ビューで最高のロケーションでいただきました。大きな窓ガラスにカウンター式で富士山を見ながら食べる朝ごはんは言わずもがな最高のひととき。朝食の一品目は食前ゼリーでまずは体を目覚めさせます。香り豊かで爽やかな味、まるで朝の森の空気のよう。こちらは名物の納豆グラタン。好き嫌い分かれそうな一品ですが、納豆とチーズ好きにはたまりません。初めて食べましたが癖になる美味しさ。続いて残りの朝食メニューは全部でこんな感じ。陽光が美味しそうに朝食を照らし、食欲倍増、とても綺麗な写真も撮れました。こちらは夫婦オリジナルの玉ねぎのドレッシング、売店でも売ってますがめちゃくちゃ美味しい。朝食をこの席で食べれて本当にラッキーでした。おかわり OK なこの卵かけご飯がめちゃくちゃ美味しい。トロロと塩昆布が絶妙。めちゃくちゃ美味しかったです。食後は紅茶をいただきました。朝の富士山を見ながら紅茶を飲むひととき、ゆったりとした贅沢な時間を堪能しました。食後は大浴場へ寄ってもう一風呂。レイアウトチェックアウトだったので慌てがちな朝もゆっくりできて本当に最高でした。お部屋に戻ると富士山を眺めながらフルーツを食べました。乾杯。桃ジュースで乾杯です。そして朝のフルーツ、ダイヤモンド会員特典です。ダイヤモンド会員です。富士山ビュー。そして最後にお部屋のお風呂をもう一風呂。チェックアウトも素敵なロビーにて行います。富士山の景色が早くも名残惜しく、後ろ髪引かれます。夫婦川口子さんは私が行った夫婦シリーズ、いや様々な旅館の中でも歴代屈指の眺望が楽しめる素敵なホテルです。いかがでしたでしょうか。とっても素敵なところなのでぜひ行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。